だよ。修正版届きました。いきます。完璧、全然違う。戻らん、これでも。ペグの方が抜ける。すげえ。どうも皆さん、こんにちは、モロケンです。今回はタナチャンネルのタナさんのブランド、東京クラフトさんから発売された4つの新作キャンプ道具、自家テーブル、自家まな板、サンセットハンガー、ヒートリフレクター、この4つを一気に紹介していきたいと思います。同じ YouTuber 同士ですが、4つの商品のいい点と悪い点を述べて忖度なしでレビューしていきたいと思います。前回紹介したマクライトに火を加えているので、まずはヒートリフレクターから紹介していきます。ヒートリフレクター7980円。収納時の大きさは横 43cm、 縦 12cm、 高さ 8cm、 重さ約 1.25kg です。布の膜にステンレスをはめ込んだハイブリッドのリフレクターです。一目見た時、うわめっちゃすごっと思いました。ありそうでなかった商品ですよね。このステンレスの板は縫い付けられてるのかなと思っていたら、自分ではめ込むタイプでした。取り外して使えば熱の反射は抑えられるので、夏場は風よけと目隠しとしても使用できますし、寒い時期は板をはめ込んで熱を反射させてより暖かく使用することもできます。特にマクライトのような正面と背面が決まっておらず、熱が自分とは反対の方に逃げてしまうような焚き火台との相性はバッチリだと思います。このステンレス板の位置が高さ 24cm から 52cm の部分にあるので、マクライトはピコグリルをはじめとしてどんな焚き火台でもマッチする高さだと思います。あまりにも小さな焚き火台や逆に背の高い焚き火台だと、その性能を活かしきれないかもしれません。当たり前ですが、全部ステンレスのこういったリフレクターに比べたら一部分しか熱を反射していないので暖かさを劣ります。それでもリフレクターがあるとないのでは暖かさが段違いです。リフレクターなんかいらねえっていう人もいますが、冬場は絶対やった方がいいと思います。一人用のサイズだと思いますが、このように二人で使用しても二人分をカバーしてくれます。今手をブラブラしているところまで熱が反射してきているので、2人でも十分使用可能です。今回100円ショップでアルミ板と磁石を購入してきました。一番小さい磁石ですが、表と裏でくっつければこのようにリフレクターを増設することができました。多分アルミよりステンレスの方がより熱を反射すると思うので、真似したい方はホームセンターでステンレス板を購入して増設してみるといいと思います。マイナスポイントは収納に関して、ステンレス板を装着したまま収納すると収納袋に入りきれずキチキチ状態です。毎回ステンレス板を取り付けるのは面倒だという人もいると思うので、もう少し袋が大きければよかったなと思います。生地は黒いキャンバス生地みたいなので厚くて質が高いです。ここにライトをかけたりできるのが個人的でめっちゃ気に入ってます。あと付属のペグもまあ使えるものだったのもポイント高いです。ペラペラでグニャグニャのアルミペグじゃないのがさすがタナさんだなと思いました。2個目、サンセットハンガー7980円です。収納時の大きさは横 45cm、 縦 11cm、 高さ 4cm、 重さ約 500g です。いわゆるランタンハンガーなんですけど、従来のものとは決定的に違う特徴があります。それはランタン直下にいなくてもいいということ。ランタンポールが曲がっているので離れた場所に設置していても手元を照らしてくれます。確かに今までのランタンハンガーは垂直なのでちょっと邪魔だったりもしましたが、これなら 80cm 程度の距離、ポールは遠くにあるがライトは真上に持ってくることができるので、スペースを広く取ることができます。先ほどのリフレクターと同時にアイデアがめちゃくちゃすごいと思いました。もう一つ素敵な点は、紐に物をかけられるということ。ハンマーや斧など使用頻度の高いものをかけておくことができます。この部分は輪っかで S 字フックではありませんが、薪などをうまく使うことで輪っかタイプのものもかけることができます。実は僕、鉄棒状のハンガーって持っていないんです。けどサンセットハンガーは持ってていいかなというふうに思いました。かなり小さくまとまりますし、これならバイクツーリングセットの中に入れても邪魔にはなりません。高さも 130cm から 160cm 程度と大きいですし、物をかけられる便利さが 500g で手に入るのはバイクキャンパーにはマジで嬉しい点です。先ほどのリフレクターとハンガーはマットブラックで塗装されていました。僕の彼女曰く光沢のある黒より断然かっこいいとのことで、高級感のある仕上がりになっています。マイナスポイントは燃料系のランタンを使用できないということ。公式によると火災の原因になるのでオイルランタンなどは使用せず LED ランタンのみ使用してくださいと書かれています。ただそう書いてるだけで自己責任で使っていいだろうと思っていましたが、このハンガーのベルクロの部分をこのように触っていると引っ張りが取れてしまい、このように勢いよくビヨヨーンとなってしまうことがありました。このことを東京クラフトさんにお伝えすると、なんとたった1ヶ月で設計を変えて1ヶ月で修正品が出来上がりました。修正後は冒頭でお見せした通り、何をやってもベルクロのロックは外れないので、まあ、自己責任なんですけれども灯油系のランタンを取り付けても大丈夫かなと個人的には思います。ちなみに
左の方が修正前、右の方が修正後のものです。具体的にはこの金具の部分のカーブが鋭角になっています。カーブが鋭角になることでロックが外れにくくなりました。問題点をしっかり聞いてくれて、しかも1ヶ月で修正してきた東京クラフトさん、正直めちゃくちゃすごいと思います。これが海外メーカーとかだと仕様ですって言われて終わりですけど、さすがタナさんだなというふうに思いました。このようなことからも東京クラフトさんの品質の高さが伺えると思います。2023年以降に購入するサンセットハンガーはこの修正バージョンになっているのでご安心ください。また耐荷重もフック 1kg 以下、ループ 1kg 以下とかなり軽いものしかかけることができません。もう一つのマイナスポイントは設置にかなり長めのペグが必要ということです。公式では40から50センチ程度のペグを自分で用意してくださいと書いてあります。40センチのペグってなかなか持っていないと思います。この金具の部分が約10センチの高さがあります。なので25センチ程度のペグでも上5センチ、金具で10センチ、地中に10センチ程度埋め込むことができます。ただ人が立ったり重いものを乗せた時のことを考えると、やはりペグは長ければ長いほどいいと思います。個人的にはどんなに最低でも25センチは必要だと思います。この金具の部分、ペグを差し込むところにへこみがあります。これペグのフック部分がはまるようになっているんですけど、これがあるのとないのではペグの差し込み具合が 2,3 センチは変わります。もしこのくぶ部分がなかったら絶対30センチ以上のペグが必要でした。こういった細かい点のこだわりがさすがタナさんだなというふうに思いました。3個目は直まな板7980円です。収納時の大きさは横40センチ、縦12センチ、高さ4センチ、重さ920グラムです。樹脂製の足を開いて上から差し込めばあっという間に足つきのまな板になります。キャンプ用のまな板ってたくさん持っていますが、どれも結構使いにくかったりするんですよね。小さすぎたり湾曲していたり、形がいびつだったり、大きすぎたり剣の形をしていたり。ただこの直まな板はマジで普通のまな板なので、家庭用のと変わらずに使えます。大きさも結構でかいので、大きめのお肉を置いてもはみ出さずに下ごしらえなどできます。また素材にアカシアが使われているので、竹製に比べて重いですがかなり高級感もあります。厚みもあるので硬いものでもガンガン切れそうです。個人的に気に入っている点は、樹脂製の足を使わなくても使えるということ。ゴム製の足があるので、テーブルの上に置いてそのまま使用できます。荷物が少ないときは樹脂製の足を使ってそのまま使用したり、大きなテーブルがあるときは樹脂製の足を使わずに使えたりと、汎用性の高い点がグッドです。この樹脂製の足はまな板に挟んで収納できるので、コンパクトにまとまる点もいいですね。もはやまな板兼テーブルとして使用してもいいと思います。マイナスポイントは耐荷重が 5kg なので、樹脂製の足を使ってかぼちゃなど硬いものを切るときは足が壊れてしまう可能性があります。重いものを切るときは直置きで使用しましょう。2点目はこの機構について。一瞬で組み立てできる点はいいのですが、ロック機能などはないため、持ち上げるとするとこのようにすぐに折りたたまれてしまいます。ちょっと移動させようと少し持ち上げると食材がおじゃになってしまう可能性があります。持つときは両手でこのように持ちましょう。この問題の解決方法は100円ショップで購入したクリップです。これを真ん中に挟んであげるだけですぐに解決しました。僕のように事故を起こしそうな人はこれをつけておくと事故を防ぐことができます。またもう一点のマイナスポイントは汁物が苦手だということ。今回お肉を焼いたいんですけど、真ん中の折りたたみ部分から肉汁が下にポタポタと滴り落ちてきました。ただこれは直まな板が悪いのではなくて、折りたたみ式のまな板は全てこうなってしまうと思います。この特徴を知った上で購入するといいと思います。アカシアの木なのでお肉を置いて塩と胡椒を振るだけでなんだか絵になりますね。お肉を置いて野菜を置いたりしてワンプレートのような感じで使うのもいいと思います。この木厚みが 1.4 センチで横40センチもあって、一般的な家庭用まな板と同じぐらいなので、キャンプ中なのに家のように使えるのがマジでありがたいです。まな板に足をつけるっていう発想がなかったので、これもさすがタナさんだなというふうに思いました。今回の4つの新商品の中でなんだかんだ一番使っているのがこの直まな板です。僕の動画の中でも何度も普通に使用しています。サイズが A4 サイズぐらいあって、大きめの肉とか魚でも置くことができるので気に入っているポイントです。4個目の最後は直テーブル6980円です。収納時の大きさは横40センチ、縦 11.5 センチ、高さ 1.5 センチ、重さ 500 グラムです。テーブルに使用する樹脂製の足は先ほどの直まな板と共通のものです。まな板と同じく足に挟めばあっという間にテーブルが完成です。キャンプ用のテーブルはたくさん持っていますが、どれも結構小さいんですよね。ガスバーナーとクッカーとコップを置いたらそれだけでいっぱいになってしまいます。なので僕はコンパクトなテーブルを2つ持って行ってました。直テーブルはソロキャンプ用のテーブルよりも少し大きめなので、ソロキャンプにマジで最適なテーブルになっています。
天板はアルミ製で熱いものを乗せても大丈夫です。ただ足が樹脂製なので熱々状態のものを乗せるときは樹脂が溶けないように注意した方がいいと思います。足はこのように X の字になっているので置く場所を工夫したり長時間置かないようにするなどの工夫が必要です。マイナスポイントは先ほどのまな板と同様に持ち上げたら折りたたまれるということです。これは構造上仕方がないことなのですが、どうしても大惨事になってしまいそうで怖いところがあります。先ほど紹介したクリップを挟むと完全に折りたたまれることはなくなりましたが、斜めになってしまいました。同じく100円ショップで購入した針金を曲げて簡易ロック機能を作りました。こちらの方が案外固定できています。ただ完全にロックはできていないので持ち上げたり移動させるときは注意して動かしましょう。僕が一番推したいのはこの大きさと軽さ。ソロキャンプ用のテーブルってマジで小さいんですよね。だから僕は日本一周するときもソロキャンするときも必ず2個のテーブルを持って行っていました。しかし自家テーブルであればこういったかさばるガスバーナーでも全てテーブルの上に乗るので、まさに僕が求めていたテーブルです。ソロキャンパーのためにあるようなテーブルだと思いました。ということで、いかがだったでしょうか。東京クラフトさんの新商品4つをババッと紹介しました。結構アイデアがすごい商品ばかりではないでしょうか。個人的にはリフレクターとランタンハンガーマジで買いだと思います。この2つは色がマットブラックで統一感があるので2つ同時に使うとかっこよさが増すと思います。今回組み立て方なども省いたんですけど、組み立て方が知りたい方はタナチャンネルを覗いてみてください。概要欄に URL を貼っています。また購入先も概要欄の方に貼っているので気になるものがあればぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。